今日マーケット関係者が一様に驚いた日銀のサプライズ実際何が変わったのかということを簡単に説明します日銀の現在の大規模金融緩和というのは国債を大量に買ってお金を供給しているわけですが金利の操作コントロール付きと言われています具体的には国債を借りているザクリーは借りている期間の長さに応じた利回りの水準のこの曲線まあ、カーブですねこれを コントロールイールドカーブをコントロールするので、イールドカーブコントロール ycc と言われます。これ多分キーワードでこの後も出てくると思います。で。 短期の金利はマイナス0.1%長期ここが今日のポイントです0%程度に抑えるということになっていますがこれ10年もの国債がターゲットですここがターゲットになっていますただ完全にゼロに固定するのは本当に難しいいろいろ無理がありますので2016年にこの YCC を入れて 以来、ですねこの0%を挟んで上下、ここまで動いてもいいよ逆にこの範囲で抑え込みますという変動許容幅を設けてきました最初はこのプラスマイナス0.1%だったのがその後プラスマイナス0.2%そして去年3月に0.25%まで広がったんですね。でここのののプラスというのが 金利上昇の防衛戦となっていました。で、10年もの国債の利回り、これ1週間前のデータですが、ちょうどこの辺りまで上がってきていることが分かります。それが今日大方の予想を裏切る形で倍のプラスマイナス0 5。.5% に広がりました。ここが今日の金融、えー、金融緩和の修正の。 日銀が金利の上昇を認めたマーケットからは、こは事実上の利上げなのではないかと捉える向きもあります。 はい、サプライズともいえる日銀の緩和の修正ですが加藤さんはどう捉えていいらっしゃいますかえ、まあ、事実上の利上げということで,で、まあ、黒田さん、その来年春の退任までは触らないでいくんだろうなと、まあ、今までの説明もご,ご,ご自身の説明もそういう論調だったわけなんですけれども、うん、まあ今回、ここで動いたというのはいろいろ考えられますが、うん、あの一番はです、ね、あの来年はインフレ2%以下に下がっていくんだという見通し うん、だんだん自信がなくなってきてるんじゃないかと思うんです、ね、<う>あの,おその世界の中央銀行で今のインフレは一時的だと言い張ってるのはい、今や日銀だけになってしまってるわけなんですが、うんまあ、今日もそういう説明をされてましたけどね。そうねしてましたけどね。ねねだからそこはやっぱりその彼がそう言って、えー、金融政策を変えないということ自体が円安を招いてきて、うん、結果的にインフレを押し上げてきたっていうことがあるわけなんですが、うん、まあこの調子だともう,もうじきあのインフレ4%に近づいていきますし、うん うん、まあ来年もそんなに下がらないかもっていうことになってくると、まあ、日銀は判断を誤ったってことになっていきますから、うん、まあちょっとヘッジの意味合いもあって、えー、まあしかしあの。 インフレの見通し自信がなくなってきたんで変えましたって言っちゃうともうこれは YCC 終わりかみたいにマーケットはどん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 折り込んでいきますからまあこれは利上げじゃないんだとあくまでえその市場機能の問題だとまあ実際、市場機能相当歪めているのはまあ間違いなく事実なんですけれどもまあちょっといろんな言い訳をしながらやってるってことかなとは思いますね。あととはまあもう今あの次のの日銀総裁受けががいないいいなななみた状態でで黒田さんが一切買えないとですねえその 大変な重荷を次の人は処分されちゃうからあ、うん、まあ少しは修正しとくかみたいな面ももあったかもしれませんね矢島さん、いかがですか。 あのこれ、日銀、このえ1か月前ぐらいですけどあの、変動幅の拡大をすることは、利上げだっていう説明をしてきてたんです、ね、そうですねあの、かなり緩和の効果を阻害してしまうと、だからもう、これはもう利上げにだっていうようなこね,ね。でもね、日のあの総裁の会見の中では、利上げではないって言ってるので、正直あの、矛盾してるなっていうふうに感じるんですけど、うん、でもここまでその矛盾したことを露呈させながら、もやらなきゃいけなかったということを考えると、今、加藤さんのご説明のほかを考えるとですね、えー ちょっとはどうやらそのアメリカの利上げが来年の春先で終わりそうだと、うん、そうするとアメリカが利上げストップしちゃった時点で日銀が多分動くと思惑的にはものすごく円高がもっと進む可能性があるのでタイミングとするとやっぱ早めにやらなきゃいけないなっていうタイミングも一つあったと景気に与える影響もマイナス余計、余計に強くなりますよ、ね、そうですねそ,の時だとそれともう一つはやはりあのいろいろ方々から YCC があまりに強烈で歪みがものすごい出てきていたので、うん、まあ国債市場、社債市場実はま 私たちが把握していないレベルでかなり歪みが問題になっているということを多分事実として日銀が把握していた可能性はあると思うんですね。<ー>でそういう意味ではもうちょっと YCC の限界をちょっと今回は幅を広げるという形でなんとかしようとしたのが今回のタイミングかなというふうに思います、ね、その歪みに関してはですき、ねまあ、今日もその日銀がその説明するのにこう使っていたものがあって。まあ この図でででもも歪んでるんるすすけれども一つ出せますかそのこういう形で、まあ、特にこの10年物国債のこの利回りのところ金利のところですねこう歪んで、まあ、いろんな形でここを0.25に抑え込もうという形をしているものだからここにどうしてもこう,こういう歪みが生じるこれ特に10年物国債の金利というのは、まあ、例えば企業が社債でこうあの資金調達するために記載する時の基準の金利になったりいろんな形になるんですがそこが人為的にちょっと歪められているということで、まあ 矢島さんまあ、これは一つの例ですけどもいろんな形で。 いろんなところに歪みが出てたってそういうことです。そうですね。そういう意味では私たちが把握してないレベルでまあ日銀ものすごい多分細かい市場まで全部見てると思うので、うん、ちょっとこの年末年始もしかする流動性が落ちていく中で問題が起きそうだったので、はい、早めに手を打った可能性はあるとは思いますよね。お母さんいかがですか。はい。あのやはり歪みっていうのはどこかのタイミングで修正しなければならないというふうに思ってまして、うん、ただそのえ来年であればですね。うん、例えばその秋頃とかであれば、うん、その新しい総裁のもとで、うん、どこかのタイミングでその YCC のその目標ですね。うん ターゲットを10年から例えばあの5年ぐらいに早めるんじゃないかとか、少しその修正が入るんではないかと新しい総裁の下でですね <laughs> で、あのそれはあの市場でもある程度まあ折り込まれていたところではあると思うんですねで。ただそのあの今回は何が驚きだったかというとその政府と日銀のアコードの話が出ていまして、あの報道されている中でですね、その日銀のそのあの出口戦略というか、あのそこにその非常に市場の注目が集まりやすいあの。 これからこう引き締めの方に行くんじゃないかっていう憶測が広がりやすいタイミングであえてですねこのこの日にあの おこれをこう決めるというのはあのかなりこうサプライズだったというかそこまでのサプライズをです、ね、市場に与える必要があったのかなって個人的にはあのちょっとあのクエスチョンマークかなというふうに思ってますけれども、うん、あえてその理解を示すとしますと、まあ、今であればまだ137円台という、ね、あの今日の発射台,発射台のその辺りでしたのでル円もまだ円安の,あの水準にありましたと<ー>まだ結構バッファーがこれから仮に円高にいったとしても、うん、あのまだかな,かなりバッファーがあったとか。 あるいは YCC の仕組みを変えたのではなくて今回はその10年債の変動幅をこうちょっと広げただけですよというあの形にできますのでねそこをワンクッションまあ早いタイミングでちょっと修正してみたということなのかなというふうに理解しています。 黒田総裁の会見のコメントを振り返りましょう,う、ね、改めて、はい、振り返っておきましょう、はい、今日行われた、えー、金融政策決定会合後の記者会見こんな発言をしています、うん、なぜこのタイミングで緩和を修正したかという質問に対しては債券、うん、市場機能が大きく損なわれる状況が出てきたと答えています、うん、また今回の措置あの何度もお話にも出ていましたが利上げではないと、うん、金融引き締めではないと断言しました、うんうん、さらに出口戦略の一歩ということではない、うん、具体的に論じるのは時期尚早だと政策 加藤さん、この1と2は今、まあ、だいぶコメントしていただきたいんですが、うん、この出口戦略の一歩ということではないこれも、まあ、マーケットやその周囲、まあの関係者は皆やはりこう10年ぐらい続いたです、ね、こう大規模金融緩和の出口の始まりじゃないかと今日はそういう節目のニュースじゃないかとみんな見てるんですが、うんですね、ここはいかがですか、あのー 黒田さんがその計画的にその出口に向かっての最初の一歩を作ったというわけではないと思うんですよね。うん、あのただそのだんだん維持が難しくなってきたという意味で、はい、そのこの ycc 政策崩壊の第一歩という捉え方はできるかと思います。けどもね。 まあその維持が難しくなってきたということでちょっと海外といろいろ比較してみたいと思うんですがこのの各国のま,あまず、ですねこれあのスイスと日本とアメリカこれの,この物価と政策金利を見たものなんですがこれ実は消費者物価指数でいうとこうアメリカと日本の比較ばかり話題になりますけどもスイスとの間ではそう変わらず今、実は日本の消費者物価指数の総合指数っていうのはスイスを超えました、はい。 でじゃあそのスイスと日本というのはこれもうマイナス金利政策のお仲間だったわけなんですがそのスイスっていうのはもうそれをやめて。 利上げの方向にいっているというまあこういう状況が一つあります。それから市場金利の方ですね。市場金利の方でもどういう形でこれは2022年の初頭からまああの最近のところを比較した時にどのぐらいこの10年もの国債の金利が上がったかというとやはりこれこれだけ見ても日本は相当まああの日銀がこう人為的に抑えてきたのかなとでそれがまあ0.25が今回0.5になったんですがそれでもまだ 他国に比べればってすまあ、そういう状況、はい、まあこの辺りで加藤さんも改めてやはりこうだいぶ無理が生じているというこ無理がありましたですね。でその無理の裏返しが円安で、うんうん、円安によって。 でその輸入物価が上昇してまあ我々の実質賃金がそがれるというまあ問題が起きていたわけですけどもでまあ今週金曜日にまたあの11月の消費者物価指数出ますがま,あまたあの一歩上昇してまあだんだん4%に近づいていくという状況ですのでその来年のインフレは下がるって黒田さん盛んに言ってるんですけど足元では目標の2%をどん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 超えてしまうという非常にこう矛盾した状況。 感覚でいうとその こあの賃金上昇を伴った良いインフレではないという説明をされるんだけど実際が4%近づいているんじゃないかというそこのの落差というのはありますよね,そうですねさっきのスイスのケースではあの今、インフレ3%ぐらいなんですけどスイスの中央銀行はもう3%のインフレは物価の安定ではないと言って金利を上げているんですよねつまり国民を苦しめているということでえインフレを止めるために金利を上げているわけですね。矢島さんいかかがですか これはあのやっぱりスイスとか他の国との対比で見た時にやっぱあのインフレになった国っていうのは普通金利を上げていくので閣営部門にしてみると金利っていうメリットがくるんですよね預金とかとか<ー>それがもう全くないので逆に言うと賃金一本になったり、うん、あの株に投資して株からの利益を得ようというそういうなんか,かなり太い。 他のと柱に行きがちなんですけど、うん、やっぱり、ここである程度金利がついてくると家計部門も副収入がいろいろ出てくるので、うん、その賃金でそこだけを上げなくてもいいっていうかそこのちょっと矛盾がこの34年かなり強く出てきてきいる感じはしますけどね、うん、あの改めて日程だけ確認しておきますとこれからまああの日銀あの総裁の人事っていうのがもうあってですねもう年を明けると まあ、この通常国会の辺りで、まあ、それがもうかなり話題になってくるで、まあ、黒田総裁のもう最後の金融政策決定会合が3月にやってくるで交代するですからこれ小川さん先ほどの話もありましたけど改めてもう小川さんはもうここまで来ると、まあ、もう新しいあの総裁に任せるっていう選択肢もあったんじゃないかということなのかもしれませんけどもそこを こここのタイミングでもやってきた。はい。はい、あの YCC の修正というで、イルドカーブコントロールの修正という仕組みの修正という意味だけであれば、うん、その。 お来年の例えば後半であればですね、うん、アメリカの景気が悪くなってきてますからアメリカの長期金利は下がってきてる可能性が高いわけですよね。はい、でそうなった時にアメリカの10年債と日本の10年債って極めて連動性が本来は高いあの今は上限止めちゃってるからですけれども、うん、極めて連動性が高いわけですので、うん、そういうタイミングでそのあの幅を広げるとかそういうことをすればですね必ずしもその上限に張り付くことを心配しなくても良、うんまあ、かったんではないかな というふうに思いますのと、あとは来年はやはりそのインフレが下がってくる可能性というのは私はあると思ってまして、<ー>アメリカは加藤さんとは違うんですね。そうですね。アメリカと中国っていうその二大巨頭ですね、うん、世界の、うん、それの景気が悪いっていうことは、うん、やっぱりその原油価格っていうのはですね下がってくる可能性が高いと思うんですね。うん、それで日本のインフレというのは結構そのコストプッシュですから、うん、原油価格でほとんど説明ができるとすると、うん、あの来年はやはりその日銀の見通し通りというかですね、そのインフレが下がってくる可能性っていうのは。 私は高いのではないかなというふうに思っています。はい、で、2013年に日銀総裁に就任した黒田氏、物価安定の目標は消費者物価指数2%、そしてその達成期間は2年。ね、これ懐かしいね。ちょっとはい。そしてマネタリーベースは2年で2倍の目標を掲げました。で、物価に関しては 2%2 年という目標。これ消費税増税の時を除けば達成できず、まあ10年ほどかけて資源高などの影響で2%を超えたという状況です。うん また国債保有額に関しては2年間で2倍以上の目標だったのですが日銀の国債保有割合は50%を超え保有額は530兆円を超えました、まあ、この状況というのは加藤さんどうご覧になっていますかえ、まああのー、最初その政策始めた最初の,その動機がその日本銀行が思い切った緩和をこれまでやってこなかったので、えーまあ、インフレ率が上がらなくて日本経済が低迷してたんだというロジックで、うん 始めたわけですだその日本経済低迷の主因っていうのはもっと構造的な問題で、うん、その金融緩和の問題ではなく、まあ、その例えば企業の競争力生産性が上がっていかないとかあるいはまあ少子高齢化であるとか、うん、そういうことなのでそのまあ出だしはこう一見華やかでしたけれども、まあ、あんなに国債を買ってマネタリーベースを配っても、まあ、結局閉塞感が出てきてしまうとやっぱりその本来その本の矢の三本の矢の一の 金融緩和だけじゃなくて特に第3の,その構造改革などにも力を入れなかった、うん、ということのツケが出てしまっているとといいううことじゃないでしょうかそれはその黒田総裁自身が間違ったのかそれともその黒田総裁は時間稼ぎをしている間に本来だったらこう、まあ、財政投入とそのいわゆる構造改革成長戦略というその二の矢三の矢が飛ばなかったので、まあ、結局、その後黒田さんが、まあ、こういう言い方もなんですけど、まあ 意地,意地で伸ばしてしまったというところはあるんだけれども。 むしろその政治の方がついてこなかったってそういう側面もある<今>ということでしょうね、まあ、黒田さん自身もこれだけ緩和したらインフレが2%になって結果的に賃金も上がっていい循環になるはずだと、うん、まあ信じてたんでしょうね。うんえー、でおよび、まあ、その政府の方からの構造改革によるその援護射撃も、うん、まあなかったということで資源価格輸入物価の上昇でインフレは2%超えたんだけど 国民にとっては全然嬉しくないインフレが今実現しているということですね。小川さん、いかがですか。はい、あのう、材という話でしたので、このところ申します。やっぱり一番最初の出だしですね。そ、その。うん あのフリップを掲げてらっしゃるあの写真がお写真がありますけれどもああいうふうに国民に非常にその分かりやすく語りかけるっていうですねコミュニケーションのところ最初はすごく良かったと思うんですよね。だけど結局その今お話にありましたようにその2の矢3の矢が出て3の矢が出てこなかった3本目の矢の構造改革のところとか成長戦略のところっていうのがなかなかうまくいかなかったっていうところもあり時間稼ぎっていうのが時間切れになってしまって結局そのどんどん政策が複雑になってしまったっていうところあると思うんですよね。イーールドカーブ ココンントトトトローーーールとかオーバーシュートコミットメントって言われてもです、ね、一般の方は今やもはやこうどういうふうに政策をやってるのかがよく分からなくなってしまってるというところで今日みたいなサプライズがあるとえってなってしまうというところがあると思いますのでやっぱりそこの何て言うかコミュニケーションのとこ難しかったんですけどもう一つはやっぱりその先ほど来お話に少し出てますけれどもあの賃金のところとかっていうのはですねやはりその構造的な要因というのも大きいと思いますので。 これは日銀のせいだけにするのはちょっとかわいそうかなというところでやっぱり政府のお仕事のところでもあるのかなというふうに思いますね。矢島さんいかがですか あのこれ10年前始まった時に私もあれですけどその日銀が悪いのか財政が悪いのかってまあはっきり犯人探ししてたと思うんですよね。でそれで結局日銀がこういうこともやったのでっていうので結局10年経った時にやっっぱり両方悪かったんですよだから両方何でもやらなきゃいけないっていう状況がやっと10年経って分かったってことなのでじゃあ日銀ここまでやっちゃった時にどうしようかっていうのが実は次の10年の課題になっちゃったっていうのがうまあこうでもあり財でもあり。 これはやっぱり結構みんなななで考えいいいといけないでましてあの日銀の,その政策今小川さんの話なんですけど屋上奥になっちゃってこれをちょっと解体していくのが並大抵のちょっと努力じゃなくて難しいので相当うまい大工さんとか連れてこないと次の状況できないので来年の,その新総裁副総裁相当難しいと思いますね。 まあ今あ、名前が取り出たさ,されている人のこうまあ全部ではないんですけどもあのこ写真をつけた形でまあ一般的に言うと今が財務省出身の方ですから今回はたすき掛け人事で日銀の方と言われてたんですがまあここへ来てそこも含めてよく分からなくなってきているここ、加藤さんど,どうなんですか。誰になるのかかととということとそれからまあ そうですね黒田さんが、まあ、今日は政策少し修正しましたけれども、はい、まあ基本的にはまだあまり修正してませんからそのまさに今話題になったようにその次の総裁の,そのやらねばならぬことというのは非常に重荷があるわけですので。うんうんうん まあ本当にあの皆さんやりたたくないいみですねね次の皆さん必死になって誇示してるみたいな回ってこないようにしてるみたいな感じなのでだから本当は黒田さんもっと責任持ってですねあのちゃんと次の人に受け渡しできるような体制を整えるべきなんですがまあそうはならないのでまあ消去法的には雨宮さんになる可能性はあるのかなとは思いますがうんただな岸田政権はまあできればこの今 までとちょっと違う人にそのもう少しその政策を柔軟にやってくれる人を探しているようにも見えますね、うん、小川さんは次のこう日,銀日銀総裁の課題どう見ていらっしゃいますか。はいあの やはりです、ね、そのこう今お名前が挙がってらっしゃる方っていうのはそ,のそれぞれぞ結構あの強みが、ね、あの違ううんんだと思うんですよね雨宮さんってとてもそのコミュニケーション力があるというふうにあの、まあ、皆さんに認識されてる方だと思いますとてもその分かりやすくもの,あのお話をされるというところもありますしあの中野さん、中曽さんはその以前よりあの金融危機の時とかですねやっぱりそのリーマンショックの時とかですねあの最前線でご対応されてたということですのであの 非常にリスク管理能力非常に高い方だというふうにお伺いしておりますけれどもあのこれから本当にその不確実性の高い世の中でコロナもまだ終わってないような状況であの世界でもですねやっぱり非常にそのアメリカも景気がこれから悪くなってくる状況の中で。 あの非常にその、まあ、難しい不確実性の高い世の中でなって、うん、あのその中でその金融政策をやっていかなきゃいけない,い、まあ非常にそのしかも YCC をどうにかしなきゃいけないというです、ねうん、状況でも本当に難しいと思うんですよね、うん、だから本当にそのこうナローパスをです、ね、どうやってあのあの頑張ってやっていただけるのかなというところでどなたがおなりになるか分からないですけれどもそ,のそれぞれの強みをです、ね、やっぱり生かしていくということになるんだろうなというふうふに思っております。まあ矢島さんあの、まあ 今度は政治の方がそが岸田政権がこれをどう考えてるかどういう人物を選ぶかというところもありますけどもどう見ていらっしゃいますかあのそういう意味ではその岸田政権があのアベノミクスの路線をこれで変ようとしてるのかどうかというところが多分大きく人選に関係してくるんじゃないかなというふうには思うんですね従来路線を強く進めたい人なのかそうじゃないのかでそこはこれから多分意見がいろいろ出てくるんだと思うんですけど私自身その総裁副総裁でまあチームとなった時に今回すごくやっぱ重要過去もまあ重要だったと思うんですけどあの対話力というかコミュニケーション コミュニケーション能力すごい大事だと思っていて、1つはあの市場がもう完全壊れているので、その市場とのコミュニケーション、もう1つはこの財政のバランスをやらないといけないので、政府とのコミュニケーション、もう1つはもうか今、すごく分かっているのは海外と一緒に動かないといけないので、海外との関係という意味で、そのコミュニケーションのやっぱ上手い方が、チームとしてどうその3人でセットになるのかっていうのが、すごく問題かなと思いますね。